こんにちは、すずめです。今日は、世界一美しい遺書。1941年3月28日に、イギリスを代表する作家、バージニア・ウルフが、精神疾患によって、受水自殺をして亡くなるんですけど、その時に夫に残した遺書が、世界で最も美しい遺書と言われているんですね。このバージニア・ウルフさんの生い立ちとかは、まとめるとだいぶ長くなっちゃうんで省略しますけど、気になる人はチェックしてみてくださいね。すずめの感想は、なんだか儚いし、難しいって思いました。で、こちらが遺書になります。ウィキに翻訳されたものも掲載されていたんで、こちらを引用して読みます。それでは行きます。最愛のあなた。また、自分の頭がおかしくなっていくのがわかります。私たちはあのひどい時期を、もう二度と乗り切ることはできないでしょう。それに、今度は治りそうもありません。声が聞こえるようになって集中できないのです。だから最善と思うことをします。あなたは、私をこれ以上ないほど幸せにしてくれました。あなたは、誰にも変えがたい人でした。二人の人間が、私たちほど幸せになれることはないでしょう。この恐ろしい病気が始まるまでは、もう、戦うことができません。私はあなたの人生を犠牲にしています。私がいなければ、あなたは自分の仕事ができるのですから。あなたはできるはずです。もう、この文章さえきちんと書けません。読むこともできません。言っておきたいのは、私の人生の幸せは、すべてあなたのおかげだったということです。あなたは私に対してとても忍耐強く、信じられないほどよくしてくれました。他の人たちもわかっています。もし、誰かが私を救ったとしたら、それはあなたでした。私にはもう何も残っていませんが、あなたの優しさだけは今も確信しています。これ以上あなたの人生を無駄にするわけにはいかないのです。今までの私たち以上に、幸せな二人は他にはありません。いかがでしたか？すずめは動画を作ってて泣きそうになっちゃったんですけど。なんていうのか、美しいの一言では片付けきれないというのか。この遺書を残した、バージニア・ウルフが気になった人は、バージニア・ウルフの小説を読んでみるのもいいかもです。それでは皆様、最後までご視聴、ありがとうございました。